今回は非人類学園のエビセンカニコの、えー、サポートですねの動画をやっていこうと思います、えー。こちらはランク戦のフルーパーですねという状況でやっていっています。まあ、構成としては若干ペライガナというところがあったので、まあ サポートでタンクというところなんですが、まあサ、サポタンクでよく出てくるのがトラッキーですね。まあ、沈黙持ってて、優秀。やべべや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 べ,やべいや、これ、いけになりますか。いや、耐えれるか危ねえ。いや、危なかった。まあ、今みたいな形で打ち上げがありますので、そこによって初回位置きが2回使えるというところで、ボコボコにされても意外と粘れるっていうのが、エビセン、まあ、カニですね、の強みになってます。 ですのでまあトラキだったりとかミズチっていうところでも悪くはないんですが、まあ、圧倒的に多分カニちゃんの強さというのがまああのー、タンクとしてはいいと思いますねただタンクにもあるかかわらず、えー、壁はめで敵を万般で10割飛ばすことができるポテンシャルも実は秘めてるので うーんそんなになんか全然サポートでもありありなのかなって気はしますね特にやはり圧倒的にこのノックバックのウルトが非常に本当に強いのでこれを生かして戦えば負けそうな試合でもひっくり返せるかもしれないぐらいのポテンシャルは持ってますねいやそれにしても開幕的ちょっと全力でしたねビビりましたね、まあ、サポあのフルパなので、えー、5人で あんな感じで突っ込んできますからちょっと開幕し来ると大変なことにそのまま流れちゃいますので、まあ、フルパの時は開幕の立ち上がりはかなり気をつけた方がいいですねまあ1人だけ変なとこ行かず5人で数かけてしっかりと行った方がいいとは思いますねでまあ現状タンクでサポートだとやっぱトラキが まあ、頭一つ出てるかなって気はしますが、その時点ぐらいでカニも強いんですよね。まあ、水地もなんかないんですけど、水地するんだったらカニした方がいいかなって気はしますね。まあ、ただ、用連も悪くはないんですが、ここですね、1、はい、殴って殴って1、はい、殴って殴って1、という感じで、ガンクに先に当たられてますが、こんな感じでカニ1人で、えー、バカバカに止めれますし、2隙の上だと本当に硬いので、まあ、これで、 まあこの試合はもらったかなという感じですね。しっかりお寿司君が寄っていて死にかけを処理ですね。というところで、まあ、本当にカニサボ強いのでビルドをタンクにしてもめちゃくちゃ強いですね。で特に今回だと突っ込んでくる系の文国性だったりとか、 まあ主には文国星かな。まあそういうイニシエートしてくるキャラクターに対して非常に強いのと、悟空みたいな形でウルトでぐちゃぐちゃにしてくるような感じのキャラクターに対しても、まあウルトインした後、えー、まあ今回だと明治だったりとか、まあ有効自前でなんとかなるんで、まあ明治に対してしっかりと守ってあげるってことができれば、それで、えー、お仕事達成ですので、まあ今も見てわかる通りかなり雑に打ったウルトですけど、あれで、えー、半分ぐらい敵を削りますので、めちゃくちゃ強いですね。そして硬い。 一スキーとパッシブのおかげでめちゃくちゃ硬くできるようなキャラクターですので、まあ、ビルドタンクにしておくとなおというところと、まあ、なるべく早めにヒーターは積んであげてやってあげるといいと思いますねいやーハンマー頼むハンマーでここも一スキきのおかげでこんな感じで本来死ぬところが、まあ、ギューマーだけは持ってけたというところでただ <laughs> ダメでしたね惜しい しょうがなかったですね、うん、無念まあただスコアとしては52ですし、まあ、別にカエル取られてしまってもファーストタワーがぶち折れなければ、まあ、別にまあ,まあまあマイナスですけどまあ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 そこまでって感じですねいやただいけるかなと思ったんですけどねちょっとウルドがクールでしたねただただ 本当にカニちゃんはサポートとしまあ一部シーズン4の時かなあの上位ランカーの韓国の人がえカニサポで上げてた気がしますが、まあ、あんまりカニは見ないですねただ本当に依然敵をはめ続けることができますのでなくはないと思いますけどねでビルドもタンクでかなり削れますのでやはりウルトが強いですねニスキをしっかりと置いて とりあえず絶対カニで守らないといけないのは、もう1隙をパカパカ当てるっていうのは当たり前なんですけど、まあ後半になればなるほど思ってくるのが、1スキスマキャでポン押しすると頑張ります。なので、なるべく1スキはスワイプで打った方がいいっていうので、まあそれよりもえ必ずやらないといけないのが、絶対的に2隙をえノックバックさせたいやつの下に置いてウルトを置くですね。で、2スキがクールだったらウルトは打たない。 ここは非常に大事。ただ、やべえ CC ですね。例えば、星量の氷結だったりとか、うんまあ、今回だと敵のクマのノックバックだったりとか、妖霊のあれとか、そういったものが来そうなときは、えー、っと、しっかりとこのウルトを張って CC を無効化しておくという感じの立ち回りが必要になります。えー、っと、さっき自分で言っておきながらやっちゃったのが、今みたいな形でスキを置いて、 えウルトをその上でしないといけないのに今みたいな状況で敵が来なかったニスキを打ってしまっただけど行きたいだからウルトでブリクリ行くみたいなことをしても、まあ、もちろんね私の CC 効かないので死ぬことはないとは思いますがただキルにも繋がらないのでああいう状況であればフラ思い切ってフラッシュで裏側にまいてえニスキを張ってウルトをしてあげればワンジャンキルには繋がってたのかなっていうシーンになりますので、まあ、フラッシュを使うときは使うで ブーースター昔はブースター主流だったんですけどまあ今のこのはめれるウルトの状況ですのでまあフラッシュの方が安定なのかなっていうところでまあ守り、えー、逃げるためのフラッシュというよりかは攻めのフラッシュを使っていくことがまあカニは結構大事ですねほんとダイナミックにフラッシュで裏に回って認識してウルトをするというコンボがかなり強力ですね。 数負けてても、というかそもそもカリノウルートがさっき見ていただくとわかる通り、あの、文クじゃなくて、えっと、ゴクとえ悟空がバカ削れましたので、めちゃくちゃ強いんですね。で、これ応援団も別にそんなすごいの入れてるわけじゃないので、普通な一般的な汎用ですね。汎用の貫通とえパン娘ですか。という構成にしてますので、全然ありですね。で、えー、冒頭で言った通り、必ずビルドは早めにヒーターだけは買っておくと。 特に今回敵硬そうなのは熊だけなので、まあ、そういうところも含めてヒーターとウルトはめちゃ削りますねそれだけでというところが、まあ、カニのプレイになりますねまあそれぐらい、まあ、これでほとんど話をしたのかなと思いますがあとは靴は今回は一応念のため牛魔王もいますのでゴク、まあ、がちょっと怖いかなって気はしますがそれは防毒マスクで後で防ぐというところで、まあ、基本的には物理上げですね 序盤、文国もバカキル持ってない限り、そこまで痛くはないので、まあ、こういう場合は必ず物理防御から積んでいって、最後に防毒ですねで。ここもフラッシュしてもいいかなと思ったんですが、まあ、味方が寄れてないので、まあ、ちょっと行きづらいかなというところで、おとなしく2、えー、にして位置するだけにとどまってます。で、まあこういう、こういうところだけは、まあ、こんな感じで束拾ってあげるといいかなというところで、まあ、プロゲーマーも積んでますので、かつ、えー、っとスケボーと、えー いたというところでかなりの防御が上がってますので、まあ、タワーダイブも結構余裕でいけちゃうかなというところがありますね。ナタが一気に散 <laughs> らしますけ仕切ってますね。誰がナタ使ってんだこれ。ああ、ケケケか。いや、バグってますね、エフェクトが。まあ本当にこんな感じで、サポートだけど、ガチガチタンクとして運用することができるような。 えー、性能が、えー、カニちゃんですので本当にウルトニスキウルトがめちゃくちゃ強いですねこのノックバックがやっぱヒジンの場合圧倒的なノックバック力になりますのでノックバックされるだけでやりたいことが全くできなくなっちゃいますから本当にぶっ壊れですね まあコツコツとボットで有効はファームしている状況ですので、金も持ってて、しっかり要線が、要線現状盤ですので、要選バ盤されないような形でうまいこと。 えー、ピックがででできているので、まあ、そういうところも大事ですね、まあ、ピックから結構ランクの場合は始まってますのでしっかりと、まあ、よく分からんやつピックバンせず先攻だからとか後攻だからっていうのを考えて、まあ、バンしてあげると、まあ、勝ち筋っていうのがあるから、まあ、後攻だったら OP3 つあげて、えー、逆に後攻で2つ取っちゃうぐらいな感じでいいのかなと思いますし、まあ、逆に先攻だったらおとなしく1キャラあげて、えー、こっち側で有利に拾うというところでコントロールしていくのが大事ですね。 ただ、注意しないといけないのが、敵も分かってて、OP が2つ開いた場合は、先行が1キャラ、後攻が1キャラしか取れなくなっちゃうので、まあそうなった時のバランスですね。要するに、例えば、要線が開いて、後校の方がまあスープが開いたといったような状況になったら、どっちが有利なのかなっていうところを考えて、ピックは選ばないとまずいのかなという気がします。特にスープはね、ワンチャンまあ普通に、え、ー ナーフされてますがやっぱりなんだかんだ集団戦の時の,あのバカーンでひっくり返りかねませんのでそこは注意した方がいいですねで、まあ、一応今回サポアイテムも上位まで上げて、えー、使ってるやつとしては、えー、んとマントですね、まあ、移動速度増加地獄天がスキル伸ばしたい当てたいっていうところと、まあ、味方のナタもいますし行戦も入るというところで、まあ、マントを作ってますね まあ何を作ってもサポアイテムはいいと思いますが、まあ、味方の、えー、構成に合わせて作ってあげるっていうのが大切なのかなと思います。で、一応、まあ、売ると。ただ、今回これ、この時気づいてなくて、アクティブアイテム重複すると、非常に付け替えがめんどくさくなっちゃうので、まあ、基本的には1個作っていくのが無難になりますので、まあ、こういうサポアイテムを拾った場合、アクティブアイテムが作れなくなってしまうっていうのが、まあ、一つのデメリット。対抗を使えばまあ別なんですけど、うん、困ったなというところで。 気づいいてないんですよねただまあここから、えー、おそらく、うん、ヘルメット買ってるんでまあ勝ちゲーの時はなるべく早めに、えー 防護服でもいいのかなという気はしますね。まあ、別に CC っていうわけじゃなくて普通にただただの,あのトーク、特殊効果が十分強いので、まあ、そういったところから防護服ですね。で防護服終わりに一応まあそろそろ文国戦も痛いのかなというところで、まあ、文国対応するかはたまた靴を今スケボーにしてますのでそれをスケートにするかただ、じゃスケートじゃない滑り止めにするかただまあこのカニ自体がウルトが。 死 c 無効なので、まあ、こんな感じでしっかりと、えー、地獄天をピールしてあげるって感じでやれば、航空から逃げて返り討ちというところで、これもいいシーンですね。しっかりと守りきれた状況なので、まああんな感じで、えイ、ー、明治かマークスマンに必ず敵の朝神経は突っ込んできますので、それに対して明治の下にしっかり錦を置いてウルトで守ってあげるという立ち回りが、カニは大事です。まあ、それさえしておけば、あとは特別何か言うことはないのかなというところですね。 まあ見て分かる通りかなり硬いのでフラッシュを使うシーン要するに延命するためにフラッシュを使うシーンが非常に少ないんですねそういうところからまあさっきも言った通り攻めのためのにフラッシュにスキウルトをできるようにまあできるというかまあするようにした方がまあフラッシュのクールも腐らず使い勝手がいいのかなとは思いますねでまあマント、まあ、移動速度がまあ範囲でめちゃくちゃ速くなって非常に強いアイテムなんですがあんまり作ってる人見ないですけど、まあ、マントは強力ですね まあ一応幽霊でも良かったかなと思いますが、まあ、ここまで勝ってる試合であえて幽霊を作るよりかはであれば味方全員の移動速度を上げるマントというところで、まあ、勝負も必要ないかなって感じがしますね、まあ、見て分かる通りそこそこ強いと思うんですよサポートとしても、まあ、特に CC が敵多いので、まあ、熊、牛馬、幽霊といったような まあその辺、特にまあ牛魔王とか近づかれた時に対してウルトで、えー、自前で逃げようとしていますが、それに対してウルトを張っておけばカニ CC。まあそもそもカニのウルトが CC 効かないっていうのが結構壊れているのと、敵を延々とノックバックに隙の上だとさせ続けるっていう、壊れに壊れてますから、とても強いキャラだと思うんですけど、現環境本当に未来ですね。で、 カニトップ運用するよりかは、ボット運用した方がいい気がしますね。まあ最初のレベル1のタワーダイブの時にカニだとマジでワンチャンそれをひっくり返すポテンシャル持ってて、二人でダイブ、三人でダイブ、共にしっかり位置キーのマークとスローつけてタワー下でプロゲーマー使って粘っちゃえば、 本当にひっくり返せるポテンシャルがあるので、MM 嫌な人はカニボットっていうのも選択肢の一つに入れてもいいのかなって気がしますね。まあただ、MM がいないと試合時間が長くなってしまうので、そこはちょっと注意しないといけないですが、でもでも硬いですね、やっぱり。圧倒的硬さを見せてくれますので、これ今回サポートですので、これぐらい硬いですけど、しっかりと裏側で分断してはめるとで。はめたら動かない。それは大事ですね。ただ、タワーが <laughs>。タワーが、やばいタワー、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 タワー。 ま、はめに行った私が言うのもあれですけど、非常に良くないだろですね <laughs>。敵、はめて、殺せたかなと思ったら、これ敵一人しか落ちてなくて、これもう終わってますね。おア終わりですね。いや <laughs> こういうことをするから、あの、クソったりサポートタンクはダメなんですよね、本当に。もうワンチャン負けるぞっていうね。 あのーまあ、注意してください。今みたいな、まあ、しっかりとはめて、しっかりと殺せる状況かなと思ったんですが、タワータゲが私じゃなかったので、耐えれなかったっていう、そうなのかなと思うんですけど、問題のシーンはこちらですね。タワーダイブして、私がタゲを持って行って、裏側に行って、タゲが変わったという <laughs>、<あ>結論<笑><笑>やっぱりポンコツターポードタンクはダメですね。いややりましたね。まあ <laughs>、 <laughs> ごめんなさいっていうね。まあ、ケケケがね、ナタがポンコツでダメだったって言ってましたけど、まあ、そういうことにしときましょう。いやー、まあ、今のは、まあ、私が、 90%以上悪かったかなという。まあ、タゲがね、変わっちまったっていうのが予想外でしたね。まあ、一回タゲってか、まあ、うん、はめたら動かないっていう、あの、あれを実践して、はめ終わった後、追ってしまったっていうね、ドスケベウルトを当てに行こうとした結果、タワー圏内に残っていた牛耕だったりとか、お寿司くんにタゲが移って消し飛び、まあ、よくわからんスキル回しをしたあなたが飛んでいったという。<laughs> うん、こういうのがあるから、まあちょっとね、あのタワーダイブはね、あんまりご利用は計画的にっていう。まあ初心者がね、こういうのがあるからタワーダイブしたくなくなる気持ちも大いにわかるんですが、まあこういうことをやっていって、タワーダイブってどうやってやっていく危ねえっていうのが、あれあ、今、熊、和証貫通してきましたね。まあそういうのも含めて経験ですね。いや、ただ、今のは本当に申し訳なかったとしか言いようがなかったやつですね。<laughs> <laughs> いやいけんやっちまったっすねまあ本当にこういう1回のまあ主に私のせいでプレイミスから流れが悪くなること大いにありますので、まあ、ここはここから丁寧にいきたいとこですねいや本当は余裕で勝ってた試合だったんですけど有効がしっかりとプッシュしてあれは倒れそうですけどねさあいい感じにやれ,なのやれてるのでまあここは ただ、猫やりたいなって思うんですけど、昔だったら猫知っててもよかったんですけど、今じゃあちょっと触れないですね、こんな状況。あわや猫してる時に寄られて変なことになったらおしまいですので、ちょっともう無理ですね。今は本当に余裕で行ける、確実に安全だみたいな時以外は猫せん方がいいですね。本当に痛い。消し飛びますね。また大丈夫かクマタクシーで消し飛ばんかなあれ。いやー、めちゃくちゃ行ってる。 いやー、クマタクシーされそうですけど、そう、敵にクマがいるときは、まあ、特にフルパンの場合、クマタクシーで、あの、刺しに来られちゃうので、そこはちょっと注意したら来てますね。カエルじゃなくて、猫チェックのクマタクシーしてます、ね、お寿司んと、おー、頑張ってる。ナタと、えー、地獄が頑張って荒らしてますね。いや、しかも結構ヘルスある。いやー、寄ってるけど、大丈夫戻っちゃった。<laughs> スキル間違えたいやー、いっ な早えな間に合わんけど大丈夫じゃないまあこういう時はねしっかりと突っ込んできた敵を、えー、味方の方に、えー、2隙貼ってあげて守ってあげるような打ち方をするためにくるくるしてましたが関係なかったですねただやっぱり地獄点も強化されてそこそこ杖、えー、火力が出るようになってますのでいや無理だな粘れる まさかのおおめちゃネバ。まあ、これがノックバックの強さですね。いや、無理かなと思ったんですけど、気合でなんとかなりましたね。まあ、やっぱりウルトが CC 向こうっていうのは非常に強いですね。 いやーでも結構やばいっすね。敵全裸。ただ、まあ、全裸だと勝てる確率が3%。いや、わからんな。何かわからないですけど、結構ちっちゃい割合だった気がするんですね。ロールだったら。ただ、非人の場合、全裸でも結構勝てる可能性あると思うんで、50%は盛りすぎかもしれないですけど、10%、20%ぐらいは多分全裸でも勝てる確率あると思うんですよね。まあ、お互いの、その、何て言うんだろう。中身のうまさにもよると思うんですけど、でも結構勝てる確率あると思うんですよね。おいしい クマタクシーだけちょっと注意しないといけないんでワンチャンほんとクマタクシーからの全滅国くあるのでもうこの時間帯はもう何があるかわからんですねただナタのとこ大丈夫かねあれ上側釣ってるかいやークマタクシー来ましたねナタが避けてここで出待ちからのおいしい地獄天だけ守ってあげて OK ですね決まりましたね まあ今みたいな感じでしっかりと地獄天来るところがまあ大々的地獄狙ってきますのでそこに2隙を置いてまあ分断しつつ守ってあげると9万をいて <laughs> 待て待てスプレーいてーいて当たってない当たってない一隙当たってない死んじゃう死んじゃう死んじゃう頼む危ねえサンキューギリギリですね地獄天がパコーンっつって消し飛ばしましたねてかスプレー強すぎいや危なかったまあ以上 こんな感じでカニさんは、えー、ゴリ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 耐えれますのでまあ本当にしっかりニスキを守るやつの下に置いて、えー、ピールしてあげるっていうことをさえしておけば割かし活躍して、えー、タンクとしてはそこそこかなと思いますのでぜひやってみてくださいよければチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でバイバイ